ヨハン・グスタフ・ドロイゼン。ヨハン・グスタフ・ドロイゼンは、プロイセン王国ポンメルン州、トレプト生まれ、ドイツの歴史家、政治家。歴史家として、特にギリシャ史を研究し、アレクサンドロス大王以後の時代について、ヘレニズムを提唱した最初の人物である。また、政治家としては、ドイツ三月革命が1848年に起こると、フランクフルト国民議会の議員となり、プロイセンを中心とするドイツ統一を主張して、プロイセン学派を牽引した。ポンメルン州のトレプト・アンデアレーガに、軍隊付属の牧師を父として生まれた。シュテッティンのギムナジウムを卒業した後、1826年から3年間、ベルリン大学に在学し、文献学を古典学者、アウグスト・ベークに、哲学をゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルに学んだ。1829年には、中等教育の資格を得て、ベルリンのグラウエン総院附属ギムナジウムの教師となる。3年後に、プトレマイオス6世地下のラゴス王国という論文で、学位を得る。1833年に、ベルリン大学の史講師の職に就き、1835年には、院外教授の地位に昇進。1840年に、キール大学の招聘に応じて、正教授に就任したが、この時期は、プロイセン王国の強化と、ドイツ統一という目的のために、古典学の研究を放棄し、正論家としての活動に専念した。1851年、オルミッツ協定によって、プロイセンがドイツ統一の企図を放棄した時に、イエーナ大学に転職したのをきっかけに、歴史学研究に復帰し、1859年には、ベルリン大学に招かれ、亡くなるまで教授を務めた。同じく歴史家のグスタフ・ドロイゼンは息子である。ドロイゼンの青年期は、ハインリヒ・フリードリヒ・ホンシュタインとカール・アウグスト・ハルデンベルクによるプロイセン改革にあたり、ドイツ国民としての自覚が生まれつつある時代と重なる。そのプロイセン政治史は、プロイセンがドイツ統一という義務に目覚めることを期して書かれた。祖国プロイセンへの熱烈な愛国心は、ドロイゼンの著作活動に一貫して働いている。ヘーゲルの理念が歴史を通じて支配するという発想をドロイゼンはある程度継承している。しかしそれ以上に実践や倫理を強調し、かくあらねばならぬという理想から歴史を解釈する傾向により、歴史学におけるフィヒテと呼ばれることがある。ドロイゼンが歴史学のベーコンという継承で呼ぶヴィルヘルム・フンボルトの私的理念説では、理念は現実を離れて考察されるものではなく、かえって歴史の現実のうちに探索されるべきものであった。個人の努力や突発的に起こった自由意志による行為をも、支配的理念の実現に他ならないというヘーゲルの見方に、ドロイゼンは組みしない。D グランドン D テリトリアルサイトデアストット。デグローセンクアフュルステンツアゲシヒテフリードリヒアユント、フリードリヒビルヘルムアイフォンプロイソン、フリードリヒデアグローセ。ありがとうございます。